自分が惚れてる女の子ガチで恋してた場合ってブラジャーとか絶対取らないですからね。あなた運がいいんだって。香川照之さんが、クラブでセクハラ被害者は PTSD との記事、コメ欄の多くはにわかには信じがたいとの声、どうせこんな人ばっかりでしょうと思うようになってしまった私はかなり歪んでますか。これね、もう一ついきましょう。カマキリ先生こと開演俳優香川照之氏の、感想がお願いします。香川氏によるひどいセクハラ被害を、止めなかった銀座クラブのママが損害賠償訴訟を起こしていたそうです。現在訴訟取り下げられたそうですが、被害女性は PTSD を負ったとのこと。振り切った演技で高く評価されていますが、先生がたびたびおっしゃる贅を尽くした顔のように見受けられます。カマキリ先生面白いのに非常な残念でなりません。カマキリ先生はちょっと僕分かんないんですけども、そうそう、香川さんの話は、何かで言うまでストップしてもらった方がいいですね。昨日も言ったんですけども、ジジイマカロンにですね、20通ぐらい来てたんで、同じのはこう採用されないので、記事これはちょっとでかいんで、記事読んでからまあちょっと感想枠できるんでやってみましょうかね。香川さんね、まあ僕も自分が見てるですねドラマとかに結構出てるので、悲しいって言えば悲しいですけど、しょうがないですよね。そのドラマのイメージとかですね、いい俳優だからというね、いつも言ってますけど別ですからね。いい俳優だからその清廉潔白とかね、そんなこともないですから。今日も読んでいきましょう。いきます。香川照之の性被害で被害者が PTSD に、下着を剥ぎ取り胸部を直にかな触り、やりたい放題セクハラ。2392件もですね、こうコメントがついてるんで、かなり大きなニュースですね。ちょうど24時間ぐらい前の記事ですよね。24時間前でこう2300ついてるのはすごいついてますね。ヤフコメね。セクハラ被害で PTSD に、俳優香川照之が2019年7月3年前ですね、銀座のクラブでホステスに対して胸部を触る、キスをするなどの性加害に及び、被害女性が PTSD、 心的外傷後ストレス障害を患っていたことが判明した。この記事では、性暴力の被害に関する詳細な描写があります。フラッシュバックなどの症状のある方はご留意ください。その女性ミレイさん、仮名はトラブル翌年の20年5月、香川の暴走を止められなかったという理由でクラブのママに対して損害賠償の請求訴訟を起こした。あ、香川さんにじゃないんですね、ママに言ったってことですね。あ、これ珍しいですね。これ僕長いこと新地とか飲み屋さんに長いこと言いますけど、このケース珍しいですね。東京地裁に提起された訴訟自体はすでに昨年取り下げられているが、手元にある訴状によると、香川は19年7月に銀座の高級クラブを訪れていた。その訴状には同日午後11時頃、当該クラブの個室で行われたこととしてこう書かれていたので、あ、個室ね。香川の隣にいた子が席を外したため、その席に原告が移動したところ、突然阻害、香川は原告の服の中に手を入れブラジャーを剥ぎ取った。剥ぎ取られたブラジャーは被告及び同校の客3名に次々と渡され、全員がその匂いを嗅ぎ、いろいろと猥褻なことを申し述べた。あ、これダメですね。そして阻害、香川は原告にキスし、服の中に手を入れ、原告の乳房を直に撫で回したり揉んだりしてもてあそんだ。あ、これダメですね。クラブでやる行為じゃないですね。その場に居合わせた他のホステスにも話を聞いてみたところ、香川は来店当初それほど酔っておらず、陽気に盛り上げ役に徹していたという。しかし徐々に様子がおかしくなり、ホステスのドレスに手を突っ込んで脇を触り、匂いを嗅ぐなどの行為に及んだ。そして極めつけがミレイさんをターゲットにしたセクハラだったという。彼女は明るく酔ったお客さんをあしらうのが上手で、だから余計にいじられたのでしょう。間もなく香川はミレイさんのブラジャーを剥ぎ取り、その匂いを嗅ぎながら彼女を生やし立てました。さらにミレイさんの胸元に手を突っ込んで胸を揉み始めた。キスまでしていましたからね。事実を知すべく所属事務所に何度も取材申請し、質問状を送り、事務所社長に直接申し入れたが、24日午前6時現在回答を得られていない。はい、ということですね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。これね、夜の人間だったらですね、いやーどうなのかな。これ実はですね、止めなかったのは高級クラブだからなんですよ。キャバクラだったら止めるんですよ。これがまあおかしな、夜のルールでして、キャバクラって女の子を雇ってて、女の子が何かされたら黒服とかが止めに来るんですよ。これ昔からのルールなんですけど、高級クラブってまあ各々が個人事業主っていう体なんで、自分で止めてくださいっていうのが高級クラブの体なんです。これね、もう行ってない人分かんないと思います。ただ
高級クラブってこの手の客が来ないんですよ。セクハラ客とかが来ないからそういうルールみたいになってるんですよね。これがね、なぜか僕もおかしなルールと思うんですけども、新地とか銀座とかでもそうなんですけども、そうクラブのルールなんですよ。高級クラブは自分で止めてくれる。なキャバクラの場合はほんとすぐ黒服さんが止めに来ます。高級クラブってマナーがいいですから、そもそもこういうお客さんが来ないんですよ。20年ぐらい前の話でですね、だんだんキャバクラとですねクラブの境がなくなってきたんですよ。で昔はクラブも完全紹介制でドレスコードとかをしてなかったですね、入れなかったんですよ。キャバクラは今でも全然短パンでもね、半袖短パン、はい、タイムマシン3号の関君みたいなのも入れますけども、今はねちょっと下品な客が正直増えてきてるんですよ。でその昔のルールもまあうやむやになってて、止めてくれるクラブとかもあるんですけども、さらにちょっと夜のルールで申し訳ないんですけども、おそらくこのミレイさんっていうのはですね、役割言うとヘルプっていうクラブでヘルプっていう役割の女の子なんですよ。でママさんとかが多分その香川照之さんの講座はおそらくそのママさんなんですよ。でママさんとかはあんまり止めないんですよ。要するに結構お金を使ってくれてたら、まあ、止めるママさんもいるんですけど、やめてあげてとか言うママさんもいるんですけども、この香川さんとかしかも有名芸能人なんで、おそらくはそのママさんも容認してたと思うんですよ。講座っていう文化クラブ、またこれねキャバクラないんですけど、高級クラブは講座っていう文化があるんですよ。東京流と係になるのかな、係になるかもしれんね。新地は講座って言うんですけども、その講座と、このミレイさんヘルプの女の子なんで、結構ダメなママだったらですね、ヘルプの女の子は何をされようが止めないんですよ。逆にね、ひどいママだったら若い子なんかもう使い捨てと思ってるんで、その日にこの香川照之さんのグループたちが喜んでお金を使ってくれたら、講座のママにお金がいっぱい入るんで、そう、でも結構そういうママいるんですよ。大学生のバイトのヘルプの子なんて、アフターでやってこいぐらい言われるんですよ。そのママからしたら、香川さんたちがお金を使ってくれたら、ママにお金がいっぱい入るんで、若いヘルプの子が、この時にひどいことをされてやめようがどうでもいいんですよ。ちょっと夜の世界講座、はい、しないとダメですね。ちょっと僕が解説してデザイナーさんに書いてもらいますね。今度は深夜にちょっとやりますわ。なんで多分そういうルールのもとで、香川さんとかの客も分かってるんですよ。なんで香川さんとかもちろん悪いですよ。ヘルプの子なんで何してもいいぐらい。なんで香川さんとかその一緒に来たお客さんとかもママとか、その口座持ちの女の子、売り上げでやってる女の子にはあんまそういうことしないんですよ。そこら辺も ややこしいですし、でこういうヘルプの子とかはですね、何してもいいぐらい思ってるんですよ。間違いないです。もともとおそらく飲み方が汚いんですよ。飲み方が汚いっていうのと、香川照之さんが有名人なんで個室なんですよ。メインフロアだったらですね、個室じゃないとこやったらさすがにあんまりそういうことしないんですけども、個室に入ってね、誰も見てないんで、香川さんはその有名人って枠もあるんですけど、大体クラブがですね個室に通す人って芸能人、野球選手とか有名人と、あと品がない悪い客です。品がない客を通すんですよ。でも品がない客を通すと、さらに人が見てないってことで、その女の子をやられたい方ではやられるんですよ。あ、どこのクラブだ？これちょっとね、あいみょんとかに聞いてみましょうか。多分クラブ名とかもわかると思うんで。あとね、個室あるクラブってまあ限られてくるんで、今は多いかな。昔は結構なかったんですけどね。こういう客多いですよ。有名人だからみたいな多いですよ。これはちょっと下品なケース。こういうね、店で触ったりするの。こういうのね、そもそも有名人とか野球選手とかモテるんで、こういうことしなくても、夜ね、アフターでホテル来いみたいなのが多いんですけども、有名人とか芸能人とか。香川照之さんはちょっと飲み方が汚いタイプの、有名人ですね。友人がねよくホステスしてるんで、ジャニーズの元どっかのグループにいた K っていうね、名字 K っていう男の子とかはもう絶対来たら誰か持って帰れると思ってるんで、俺に抱かれるんやから嬉しいやろみたいな感じの思ってるんでね。でも一定層ね、そういう女の子もいるんですよ。ホステスさんのキャバ嬢でも、僕一回ね、歌手の愛っていう男の子とキャバクラに飲みに行った時に、その愛っていう男の子がツイッターキャバ嬢のことをボロカスに言うんですよ。お前ブスやなみたいな感じで、お前終わってるなみたいなこと言うんですけども、それでもその帰り持ってかお持ち帰りできてましたからね。こんなボロカス言っても女の子お持ち帰りするんやって、やっぱ芸能人ってすごいなと。だからガーシーさんもですね、綾野剛さんとかにアテンドしてたじゃないですか。あれ結構その綾野剛さんやから行きたいっていう女の子とかもいるんですよね。今クラブがですね客層悪くなったとはいえ、あんまりね、僕もまあ新地よく連れて行ってもらいますけども、しかもこれクラブによるんですよ。新地だったらね、まともなクラブは I っていうクラブと U っていうクラブしかもうほぼないんですよ。これは客層がいいんですけども、他のクラブはねひどいクラブ J、C、P
きいそこら辺のクラブとかはもう半グレ反社893みたいな詐欺師みたいな人いないです。なんでクラブも結構その客層分かれるんですよ。クラブにチンピラとか反社とかチンピラ多い店とかもごくまれに連れて行かれるんですよ。僕は本当に嫌なんですけども。で反社チンピラが多い店って客層悪いけどもむちゃくちゃその金遣いもないんですよ。売り上げがむちゃくちゃ立つから。そういう店って女の子もね結構綺麗な子揃えてるんですよ。キャバとかでもですね。でもねここまでひどいの珍しいですね。みんなね結構その半グレでも反社でも口説いて帰りにお持ち帰りしたりとかはありますけども店でねそれしてるのいないですけどね。そうそうマミモンさんの言うようにね新地のクラブは昔良かったんですよ。20年ぐらい前ですかね。キャバクラっていうのはですね新地にあんまりなくって2店舗しかなくってミゼルバっていうキャバクラと B っていうクラブの2店舗ぐらいしかなかったんですよ。キャバクラがどんどん進出してきてですねクラブがちょっとどんどん衰退していったんですよね新地で。南からですねキャバクラ系列の店とかも南から新地に進出してきて昔で言うと新地南で言うとですね圧倒的に南の客層悪いんで。でも南の、キャバクラとかクラブとかがですね新地に移動してくることによってその悪い客層も南から一緒に新地に移動してきたんですよ。なんでもうだん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 クラブとキャバクラの境目もなくなってきてお金を使えれば誰でも入れるとかそういう状態になってきてどん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 おかしくなってきたんですよね。ということでまあちょっとねせっかくなんで香川さんの顔でも見ときツイッターフォローしてね。メンソーでもねあんまりよろしくないんですよね。まあもともとまあ皆さん気づいてると思いますけども前任のメンソーはしてませんからね。そういう役が多いんじゃないですかね。一癖二癖ある役多いでしょ。半沢直樹とか 99.9 とかカイジとかでも前任側とかの役じゃないでしょ。香川さん顔型ははい顔型は悪くないんですけども香川さんね要するに成功とか仕事運、金運ビジネス運非常にいい顔ですよね。顔型はねみんなそこまで悪くないんですよね。佐川一世とかみたいな顔型の人あんまいないんでお金とかが常についてくるまあ面相ですよね。どこが良くないのかな中低部分か耳もそんな悪くないんですよね。生え際は見えてないんですけども、まあ、そうですね東大ですもんね。言うても東大なんで手口はもちろん初犯じゃないですよ。だから ずっとやってきたんですけどもある程度ね夜の女の子ってどこまで許容範囲みたいなあるんですけどもその女の子が多分ヘルプすぎたのかもしれませんね。あの新しく入ったばっかりとかそういうのがあったのかもしれませんね。あんまりそこまで問題にならないしママが訴えられるってなかなかないんでね。で、おでこですね。はい、おでこが、おでこ広いですね。まあおっしゃる通り東大なんでね頭を使える頭がいいと。はい、まあ政治家とかに向いてる顔面と額ですね。大物政治家とかそういうのにもなってもおかしくないタイプのおでこですね。おでこはもう吉相です。学問がねあんま良くないですね。ちょっとシワが多いですね。学問がそんなにお年じゃないですよ。何歳でしょうかね。50歳ぐらいですか。こうなだらかなちょっと後退してますけどなだらかな感じなんで僕は、結構 M 字と予想したら M 字じゃないですね。これはまあちょっとね前も言ったんですけど優しいとか穏やかとかいうのもあるんですけども56歳、56歳からまあまあ言ってますけどまあそこまでねもんができる方じゃないんで要するにエロいって言われる一番エロいと言われてるのが前も言いますけどもこのはいエロのね、境目なんでそこら辺は総書通りですね。色恋とか恋愛とかそういうのでトラブル起こしやすいという、総書には書かれてるんでぴったりここまで当たってますけどね、まあ、ちょっとね気になるのがやっぱこの外傷紋が気になりますね。がっつり入ってますからね。やっぱそういう顔そういう演技を良くしてるから入ったのか。正直ね力をめちゃくちゃ込める人とかは外傷紋が結構出るんですよね。ボディービルダーとかめちゃくちゃ重いもん持つじゃないですか。ボディービルダーとかは結構あの外傷紋的な紋がこのインド眉間の部分に入りやすいんですよね。顔も筋肉ですから重いも持つ人は結構皆さん見てもらったら分かると思うんですけども入りやすいです。でもこれははいオラオラ系な部分があるのかもしれませんね。この外傷紋がこんだけガッツリ入っているということはね。眉毛は、揃えてますけどねどうかな。元の眉毛はどんな感じですかね。元の眉毛の予想が結構難しいんですよ。これは慣れてないとダメなんですけどでもまあ濃さは結構濃いと思うんですよね。薄くはないと思うんですよね。眉毛もおそらくは悪くない吉相の方だと僕は思うんですよね。自分が正しいとか思うタイプの人ですかね。自分の行動が正しい自分がまあ頭がいいから、自分の行動に従えという感じのもんなんですけども一応吉相よりですね。吉相よりただ、夫婦仲が良くないとか家庭運が悪いとも見ますんですけどもまあ電卓ですね。電卓は悪くないんで合わせ読みをしますとこっちの電卓の方の家庭運はですねむしろその育ちとかの方なんでまあお金に困ったことが
がないとかですね、いい育ち方、いい育てられ方をされたっていう感じですかね。自分の家族とかはそこまで良くないというか、なんか感じですかね。あとまあ研究職とかですね、何かこう一つのことに集中するのに向いてると言われてますね。それはこの眉と目を合わせ読みですね、まあ三角になってますよね。ただ集中することによってですね、一つのことに没頭できるけども他のもんを、おろそかにするとか、あ、離婚したんですか。役者としてはね、芝居に没頭するとか、一つのことに集中できるんで、これ歌舞伎ですか、集中できたりするんですけども、要するに他のもんを逆にほっといたりですね、その件とかに関してはですね、自分がやっぱ一番だと、自分が正しいと人の意見を聞かないとか、そういう感じの人ですね。仕事はよくできるんですよ。仕事、勉強、まあ勉強もやっぱ没頭とかね、集中できないとですね、その東大には行けないですよね。ボクシング好きですよね。ワウワウのよくボクシング中継にですね、香川さん出てるんで、目と眉の部分は喫緊を合わせ持ちですね。皆さんに分かりやすく言うと、仕事、ビジネス、勉強とか、金運は良し。けども、家庭運とか、この外相も合わせ読むと、後輩とか、まあ、さっきのね、若い女の子とかにオラオラ系になりますね。自分のやることをなすことに逆らうな。なんで俺の言うことに歯向かうんだみたいな感じですね。それは花も、取れますね。花はまあ、吉八、凶二ぐらいですかね。仕事とかはいいんですけども、やっぱそういう俺様系、オラオラ系、そういうマインドがね、きっちり取れますよね。8対2ぐらい、ちょっと陣中がちょっと長くて薄いですよね。ここの部分少しマイナスですね。ハメを外したりとかですね、道徳心がその部分が薄かったりっていう感じですね。ほうれい線はですね、口からこう離れてますよね。はい、なのでほうれい線は一応吉ですね。ほうれい線吉で、健康運とかそんな悪くない感じですかね。長くて外れてるんでね。何を原因で離婚したんですかね。口読み取り、この写真だったら難しいかな。詐欺師の報告は傷公開まで。少し変えました。口見るときはですね、さっきの閉じたのと、開いたのを一緒に見てください。社交性を見るんですけど、社交性、はい、社交性は結構ありですね。文才に恵まれてる感じですかね。上唇が、はい、細くてっていう感じですね。おそらく文章とか、セリフとか喋りとか、そういうのも得意で、人とも仲良くできるタイプなんですけども、ただなんかやっぱ下の人間厳しかったりとかね、部下後輩女性とかに厳しい感じがしますかね。ただこのタイプはですね、がっつりと嘘をついたらなかなか最後まで嘘を突き通せるタイプなんで、プラスの方にも頭が良くて、とマイナスの方にも頭がいいんですよ。おそらくはこの、今回の事件ですね、クラブの事件が全然初めてではないと思うんですよ。明るみに出てない事件がですね、かなりあると思うんで、そうですね、ニコちゃんさんね、そう、卑怯な部分と狡猾な部分と支配的な部分もちろんあるので、おっしゃる通り。バレてない部分が多いので、今回気に、ミートゥーみたいなんで、他の件がですね、なんか出てくる可能性も大いにあるんで、はい、ちょっと、こっからの芸能ニュース見とくと面白いかもしれませんね。まあよくあるじゃないですか、最近ね、私もされましたとか。自分に従う後輩とかには優しかったりとかすると思うんですけども、やっぱ俺様で自分が正しいと思ってるので、ただきついとこにはすげえきついと思うんで、はい、頭が非常に良くて成功してきた分ですね、自分にも、はい、自信がありますから。だからまあさっきのホステスの女の子のね、ブラジャー取ろうが胸を揉もうが、香川さんからしたら別にいいやろっていう感じの、だってその俺やれと、東大も出て半沢直樹も出演して有名人の俺やれと、人を見下すね、マインドが大きく取れますね。はい、面相からもね。そこら辺が、この香川さんの、まあ、感想枠で、むちゃくちゃね、ガチガチに悪人層でもないんですけども、やっぱその、賢くて、支配的で、自分が俺様系、みんな従えよっていうのが取れますね。まあ、支配者、ザ成功者、みたいな感じですかね。俳優にはね、本当、向いてると思いますよね。そういう役もできますし、結構役が合ってるんじゃないですかね。なんか半沢直樹とかでも、まあボス役じゃないですか。 99.9 でも弁護士事務所のエリートみたいな感じじゃないですか。役柄は非常によく合ってると思いますね。カイジは利根川役でしたっけ。合ってると思いますけどね。両極端なんでね。ただイエスマンの後輩とかは何人かいそうですね。金魚の糞みたいなのが何人かいそうな感じがしますね。他にも何か出てくる可能性が大いにあると思いますね。香川さんは一件だけではね、もちろんないでしょうから。悩み相談はマカロンまで。
あんな飲み方で分かりますよ。飲み屋に長いこといるとですね、おとなしく飲む人は絶対に毎回おとなしく飲んでますし、こういう騒いだりとか女の子触ったりとかする客は毎回一緒なんですよ。毎回一緒のマインドで、香川さんがお金払ってるか谷町がお金払ってるか分かんないですけども、そういうとこ行ったらね、もう触らなそんぐらい思ってるんですよ。ここにも、もし水商売やってたりとかですね、夜の世界にいた人だったら分かると思うんですけども、どこの店行こうがまあまあ一緒ですからね。大体は一緒なんで、風俗とか違うんですよね多分。そういうとこの店にこう行きたいんですよね。で、香川さんのね件は、まあなんかまた進展があったら時事ネタばかり送っていただいてもいいんですけども、あんまり送っていただいても何回もこう香川さんの感想をやるわけにいかないんで、同じ内容になってしまいますから、違うのをはいまた送ってくださいね。歌舞伎ってなかなかこう特殊な世界で、僕もいろんなママさんとかに話聞きますけども、なんかまともな人見たことないなとも思いますね。まあそういうその帝王学とかをやらされてるからですかね、人間的にできた人とか見たことないなとか思いますね。僕あんま歌舞伎詳しくないんですけども、ただその役者の人とかの話を聞くとですね、みんななんかモラルに欠けるというか、人間的に出来が悪いというか、王様みたいな感じで育てられてるんですね帝王学ってね。まあ今まででもスキャンダルあんま多分その香川さん出てこなかったでしょ。56歳7歳まで頭がいいからうまいこと、その僕ほんまに分かりますけど、いきなりそんな飲み方するやついないですからね。初めて行った飲み屋でよっぽど飲み慣れてないとそんな飲み方しないんで、初めてクラブとか行った人とか大体その借りてきた猫みたいにおとなしくしてますからね。ルールがよく分かんないですから、若い時からですね谷町とか錦糸とかに連れて行かれてたと思うんで、もちろんね、なんかもっといろんなの出てきたら半沢直樹とかが見れなくなったりとかする可能性もなきにしもあらずなんで、これ以上ねなんか出てきたでも出てきそうな気がしますけどね。ママはね、そう生贄に使ったなと僕は思うんですよね。まあまあお金使ってくれるんでしょう。で香川さんもおそらくは、まあ、僕の予想だと谷町の金持ちみたいなんと来てるんで、香川さんと来てる金持ちあたりがワインとかね、シャンパンとかいっぱい抜いてくれたりとかするんで、入りたてとかのヘルプの子を生贄っていう感じだと思いますね。自分が惚れてるホステスだったらそういうことしないですからね香川さんも。自分が惚れてる女の子ガチで恋してた場合ってブラジャーとか絶対取らないですからね。ブラジャー取って他の友達とかに匂いとか嗅がせないんで、今日だけ行ってこいみたいな感じのママのね当てがあったヘルプだと思いますね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしてる悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。